はい、どうもフランクですってことで早速お願いします。あれですよ、問題の、今回も転職貧乏の実態なんだけども俺じゃない、そうだね、ブラックな話をお願いします。はい、じゃあ僕の方から話させてもらうけど、まずはじめに、大まかにもうぶっちゃけてバッてザッて言っちゃうと、まあその企業から脅されてると、脅されてる、軽い脅迫の脅迫、まあなんでこうなったかで話をさせてもらうと、まずまあ自分今やってるのが派遣の日雇い、派遣の日雇い、そうだから現場先が、そういつも違う場所と、インターネット上で登録して、まあそれでインターネット上で場所選んで、場所選んで、でどっか行く、電車でどっか行ったり、車でどっか行ったりっていう場所なんっていう仕事を今してるけど、で今回もうね無断欠勤をしてしまった。じゃあそれは俺と同じ感じでね、大和の委託の無断欠勤みたいな。そうそうそうね、俺もね、まあぶっちゃけ派遣の日雇いだからいいだろうって、もうそのちょっとあんまり考えてね、本来やっちゃいけないけどさ、無断欠勤になって、無断欠勤した。そう、もうその日はだるくてだるくて無断欠勤したわけ。でまあその日はまあ鬼電ですよ、鬼電、そう、えらい数の電話がね、30分間ひっきりなしてましたよ。親の方まで電話がいっちゃって、でまあかれこれ何十分か経ってから、まあ、こっちからかけ直しちゃった、親までもう行っちゃったから、もうかけ直すしかね、ですいませんでしたって謝ったわけよ。で叶えたの。でその後だよ、その後まあ仕事をくれた場所から、まあ怒られるのはいいんだけど、そっから怒られるんじゃなくて、派遣先の場所、派遣先の場所から、そう、派遣先の場所からすげえ電話かかってきて、まあいわゆる個人の携帯から電話かかってきたんだけど、でその際ね、まあちょっとその方はまあいわゆるその会社の取締役の人だよ、まあ偉い怒鳴ってるわけよ。怒鳴ってると、そうで俺はまあそれはもう仕方ない、怒鳴れるのは俺は仕方ないとは、どうもすいません大変申し訳なかったです、で無断欠勤をしてしまったら大変申し訳なかったです、全然もう謝ってたのよ。ただその後よ、その後、まあ問題はこっからなんだけど、まあ軽い脅しなわけよ、脅し、おめえふざけんじゃねえぞと、どういう、じゃあおめえが一人が無断欠勤したせいでこれからの仕事が白紙になった、他の人の従業員とか、他で日雇いしようとしてた人の分の白紙になった仕事はどうやって責任を取ってくれたと、はいはい、お前責任取れよ、お前に損害賠償請求してやるっていう脅しが来た。そうで他にもね、じゃあ選択肢を選べ、今から遅れてでもその現場に行ってその損害賠償請求をなくすか、それとも来ないで損害賠償請求が来るか、お前どっちかにしろよ。まあけど行った方が良かったんで、そう本来はね、いや俺もう行かなかったよ、もうめんどくさすぎて、でも結局行かなくて結構問題になっちゃったんやけど、まあそれでお前に選択肢はねえよ、ないと、どうすればわかるよな、あとお前は信用毀損罪と虚偽罪と業務妨害で刑事告訴すっからや、うわそんなこと言われたわけよ。まあこっちはさ、やたらビールわけじゃん、そんなことやったら始めたからさ、うん、じゃあすいません、それだけは勘弁してもらえないでしょうかって言ったの。もちろんもちろん言った、じゃあほんとすいませんでした。その反あとは反応は、はぁ、分かってない、その後どうだったの。でも普通に、何あ、余って許されたって思ってんの、お前そもそも俺が許すとか許す気ねえとかじゃなくて、お前のことははっきり言ってもう許す気ねえやって、許さねえやで、お前の人生なんかどうでもいいんだよ。でその後は、まあその後、まあそんなことがあって、で電話切ったの、その後切った切った、どうやって切ったの。普通にとりあえずおめえに時間割いてる暇ねえから、お前に時間割くぐらいだったら他の派遣の人を今すぐでも探してそっち呼んだ方がいいよって言われて、電話切られたわけ。切られたの。その後は何か来た、来た、その後も電話かかってきて、お前結局どうすんだよ、見つからなかったパターンだな、うん、だと思う。結局どうすんだよ、いや分からないです、分からねえじゃねえんだよ、お前謝りに来い、謝りに事務所来いや、事務所で、俺事務所って聞いたらもうヤクザもんかよって話じゃん。確かにそうだな。でも本社が新宿からよ、お前今から来いよってもう全然距離違えじゃねえかって、距離がねえらいあるじゃねえかって、いやとてもじゃないですか、そういったことはできないし、あれでも普通に現金は持ってたけど、現金持ってないです今、そういった
たそういう元気もないですよ。じゃあ知らねえやん。じゃあお前のこと損害賠償請求すっから。じゃあ交通費出してくれますかって。じゃあそれはさすがに聞けなかった。じゃあ刑事告すっから。お前待っとけよ、覚えとけよ。おめえに損害賠償請求したとしたら、毎日働いて、ひいひい働いて、3年から4年な、働けば、やっとそのお金渡せんじゃねえか、みたいなね。まあ、脅しだよね。何百万っていう金額を、想像させるような言い方だよね。そんな風に言われて、まあ、こっちもビビるわけよ。っていう話があったと。そう。これはブラックですよね、だいぶ。で、その後はもう、お前は、どこに相談がしようがいいよ、どうぞお好きなようにご自由にもうご相談くださいって、うん、もう完全にもう人をバカにするような感じで、バカにするような感じで、まあ結局はこっちも知り合いの、まあ、弁護士さんに連絡して、うん、まあちょっと相談っていうか話聞いてもらったら、そんなのは無視していいよと、うん、気にすることないよ、君が罪に問われるようなことはないし、うん、仮にね無断欠勤したところで大した損害ないし、仮に損害出したとしてもそれは会社側にも非があると、君にもちろん無断欠勤したのは非があるけど、それはね任せたあれにも非があると、うん、だからそんな気にすることはないよっていうことって言われた。で君契約書にサインとか、うん、印鑑とか押したかいって言われたから、うん、いや押してもらえし書いてないし全部インターネット上のうん、やり取りですつったら、あとはなおさら平気だね。まあね、インターネットのやり取りですね。契約結んでないしね、うん、じゃあそういうブラックだった話ってことですね。そういうことがあったよ。だからまあ派遣行く際にはまあ気をつけた方がいいよ。もし仮にそういうことあった場合、まあ念のために弁護士さんに相談することはいいけど、うん、まあ、そこまで気にする必要もないかな、ね、まあとりあえずあれじゃない、ネットでの派遣関係の仕事は危ないってことですよ。ちょっと気をつけた方がいいね、うん、やっぱり、うん、まあ、無断欠勤しなきゃいい話なんだけどさ、しなくても怖いけどね、うん、何あるか分かんない、残業代出ないとかもあるし、そう本来派遣の日雇いでも社会保険はついてるあれなんだけど、うん、うん、タイマーが鳴っちゃった。あら、あ、でも俺たちの声でしょ。うわ、うっさ、大丈夫？大丈夫じゃん、多分っていうことがあったよって話。あったということですね。だから気をつけなって、本来だったらその会社は社会保険ついてないといけないのよ、うん、派遣の日雇いとはいえ、まあまあ そうだね、だそれすらついてないっていう感じだからブラックですね。ちょっと気をつけようって、まあちゃんと場所を選んで調べた上でやろうっていうお話、うん、お話ですか、うん、以上以上ですか。はい、じゃあありがとうございました。本当ブラックなんだよね、超怖い。入んない方がいいよ。じゃあ止めますよ。